銀座駅は東京都中央区銀座4丁目にある東京地下鉄の駅である。中央区最西端の駅である。銀座線、丸の内線、日比谷線の3路線が乗り入れ、各路線ごとに駅番号が与えられている。銀座線と日比谷線の車内放送では、副駅名として松屋、三越前、または三越、松山へと案内される。 丸の内線では福駅名は放送されない。東京メトロ日比谷線は終着駅である北千住駅より東武伊勢崎線を経由して日光線、南栗橋駅まで総合直通運転を実施している。駅務管区所在駅であり、銀座駅、務管区として銀座地域、新橋地域、東銀座地域を管理する。銀座地域は当駅のみを管理している。 中央通りの地下に銀座線ホーム、外堀通りの地下に丸の内線ホーム、晴海通りの地下に日比谷線ホームがある。いずれも島式ホーム一面二線の構造である。銀座線は渋谷寄りに丸の内線は新宿寄りに非常渡り線があり、このうち校舎には終夜運転時に設定される同駅折り返し列車が使用する。銀座線と丸の内線のホームは、 同一階層に、日比谷線のホームはそれらの一層下に位置している。日比谷線ホーム、または地下2階にある改札内連絡通路を経由することで、3路線は改札内で乗り換えが可能である。丸の内線のホームが建設された当時は、銀座線のホームとは改札内で接続されず、西銀座駅という別の駅として開業した。後に、日比谷線の銀座駅が開業し、 日比谷線ホームを介して銀座線と接続されたため、この時丸の内線の駅も銀座駅に改称し、銀座線、日比谷線の銀座駅と同一駅の扱いになった。戦前の銀座線建設時に将来この地点で別路線が立体交差することを想定しており、あらかじめ銀座線トンネルの下部に10メートルにわたって交差部の区体が構築されていた。このため、 日比谷線建設時に銀座線を下受けする工程が不要となった。しかし、日比谷線は当時想定していた第三機上方式ではなく、架空電車線方式を採用したことから、トンネル区体は上下に90センチメートル低いものであった。日比谷線建設にあたっては、交差部の銀座線起動部の下部構築を取り壊し、新たに PCK タバシを仮設したほか、 ホーム構築も取り壊して薄いコンクリート構造に作り直すことで5 0トルの高さを生み出した。さらに、日比谷線トンネル下部のコンクリートを剥がし、打ち直して4 0トル切り下げることで不足していた9 0トルの高さを確保した。同様に、丸の内線西銀座駅の建設時に近いうちに地下鉄2号線が建設されることを想定しており、あらかじめ、 丸の内線西銀座駅の2号線との交差部には、構築の補強工事が施行されていた。日比谷線のコンコース通路上に、東京地下鉄道の創業者、早川特次の郷像がある。また、同じく、日比谷線ホームの上層中央には、ステンドグラス製の大型壁画が設置されている。B6 番出入り口付近には、636個のクリスタルガラスを集積した。 吉岡特人製作のパブリックアート、光の結晶が展示されている。商業施設のエチカフィットも設けられている。全ホームでスイッチ製作の発射メロディを使用している。銀座線ホームでは高峰秀子の銀座カンカン娘。日比谷線ホームでは石原雄二郎と牧村淳子の銀座の恋の物語をアレンジしたメロディを使用している。 各年度の1日平均乗降人員は、下表の通りである。ただし、各線内の乗り換え人員を含まない。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。駅周辺には繁華街として知られる、銀座の街が広がり、また、有楽町や八重洲などのビジネス街も徒歩圏にある。以下の駅は市金にあり、各駅とは、徒歩で乗り換えができる距離である。 銀座四丁目有楽町をマリオン前、有楽町駅すきや橋銀座駅銀座駅銀座銀座,銀座、共同交通射区出店。ありがとうございます。